ジェイソン・リチャードソンは、アメリカ合衆国、ミシガン州サギナウ出身の元バスケットボール選手。NBA オールスタースラムダンクコンテストで2002年、2003年と2年連続で優勝した。身長198センチメートル、体重102キログラム。ポジションは、シューティングガード。愛称は、J ・リッチ。同じく NBA 入りしたモリス・ピーターソン、チャーリー・ベル。 マティン・クリーブスと共に大学のチームであるミシガン・ステート・スパルタンズを NCWA ナショナルチャンピオンシップ優勝に導いた2001年の NBA ドラフトによってゴールデン・ステート・ウォリアーズに一順目5位で指名され入団平均得点はルーキーイヤーから着実に増加しており2005から06シーズンの1試合平均23.2得点は リーグ13位の成績だった。しかし、フリースロー成功率は67.3%と、シューティングガードのフリースロー成功率としては、ワースト3に入るものだった。2007年6月28日、NBA ドラフト当日のブランダン・ライトの交渉権とのトレードによって、シャーロット・ボブ・キャッツへ移籍した。2008年12月10日、ラジャベル、ボリス・デアとの交換トレードで、 ジャレット・ダドリーと共にフェニックス・サンズに移籍。2010年12月18日、3球団が絡むトレードにより、ヒド・ター・コルー、アール・クラークと共に、ビンス・スカーター、ミカエル・ピートラス、マルチン・ゴルタットプラス2011年ドラフト1巡目、指名権、現金との3対3のトレードで、オーランド・マジックに移籍。2012年8月10日、4チームによる大型トレードで、 フィラデルフィアセブンティシクサーズに移籍した。しかし、二千十三年一月に、左膝の手術を行い、その後の試合と二千十三から十四シーズンを、全休。さらに二千十四から十五シーズンも、シーズン開幕前に、右足の疲労骨折が発覚したために開幕から、欠場を余儀なくされていたが、二千十五年二月二十日の、対インディアナペイサーズ戦でに二年ぶりに復帰した。 2015年8月15日、アトランタホークスとシーズンキャンプに関するノンギャンティー、契約を結び、n b a 生き残りをかけた、ラストチャンスに挑むところだったが、9月23日、引退を決め、インスタグラムに、かつて所属した、ウォリアーズ、ボブキャッツ、サンズ、マジック、セブンティーシクサーズでのプレイ画像に、引退報告のメッセージを添えて投稿した。最大の長所は、 爆発的な身体能力を生かしたドライブとダンクシュートである。スラムダンクコンテストを2連覇し、リーグ屈指のスラムダンカーとして名高い。さらに最近は、シューターとしての能力を開花させ、重要な場面で3ポイントや、ミドルレンジからのシュートを沈めている。しかしフリースローは苦手としている。また、身体能力の高さの割にディフェンスを苦手にしており、 2008から09シーズン途中にシャーロット・ボブ・キャッツからフェニックス・サンズに放出されたのはラリー・ブラウンにディフェンスの能力の低さを疎遠されたからだと言われている。2006年3月23日のダラス・マーベリックス戦4.7秒を残しウォリアーズは2点リードを許していた。マーベリックスはフリースローのチャンスだったがジェイソン・テリーが失敗し、 そのリバウンドをリチャードソンがつかんだ。そしてそのままコート上を駆け抜け、スピンウーブで相手を抜き去り、試合終了のブザーが鳴りながら3ポイントシュートを沈めた。この場面は NBA.com のブザービーターベスト10の第1位に選ばれた。NBA オールスターゲーム前夜に行われるスラムダンクコンテストで2002年、2003年と2年連続で優勝している。 2003年は、レックスルー、リバースワンハンドダンクという高度な技を決め、大きな話題となった。当時、連覇を成し遂げた人物は二人しかおらず、残る数とは、マイケルジョーダンである。ありがとうございます。